首を入れない。本当に入れない。双子チャンネル。開けちゃダメ、勝手に。せめてノックにしてコンコンって。いた。いた。じゃあとどう、襖を閉めてトントンって。トントンって。ジジ遊ぼうって。で返事が返ってこないってことは今遊べる状況じゃないんだよ。そういう時は我慢しましょう。分かった人？我慢できない。だから開けちゃダメなんで。開けちゃダメ。開けるダメ。そう、開けるダメ。人のプライベートな空間だ。で、開けちゃダメだって。ノックして出てこない時は諦める。覗かない。覗かない。首を入れない。でもダメだよ。ダメ。はい、首出して。首を出す。どうも。こんにちは。入っちゃダメだよ、もう。餃子食べよう、今日は。うん。これね、餃子の時しか出ない。そんなことない。これ、君たちに食べてほしいメニューの時にしか出ないから。餃子を食べてほしいんですよ。お母さんが作った餃子美味しいよ。餃子、餃子。餃子。餃子。餃子、ここ。餃子、ここ？入るかな？ごめんね、てて。あーさー！めっちゃ。醤油、かたい。ちょっと、ソース？ソース？醤油。醤油かけたいでしょ。猫、あーない、猫、あーない、猫。はいはいはい。あれ？出ない。はい。あんなレンコン。あんなレンコン。あ、レンコンだ。あな、レンコン。レンコン？なんで？レンコン書いてあるでしょ、写真。ほら。あ、なるほどね。そう、あな、レンコン。確かにレンコンは穴開いてるもんね。はい。ちょっと、ちょっと、はい。あな。うん、見て、見えてたか？これね、レンコンね。あれ、うん、レンコンね。レンコンね。はいはいはい。覚えない。やね、なんとのりいらない。そうだね、えらいね。褒めてるの？うん、えらいねって褒めてた。褒めてるの？そう、やね、やね。なんとのり、えらいね。えらいね、えらいね、餃子食べて。うん。ダメだね、よかった、二人とも。味見では全然ダメなかったね。味見は拒否でしたね。うん。新幹線効果ですか。可能性が高い。どう、新幹線で食事するの美味しい。スペシャルだね。スペシャルでしょ。たまに新幹線出てくるから。毎日は出てこないよ。これは食べてほしいっていう時に出てくるから。そう、特別な時。もう走らせない、走らせない。今新幹線停車してるから。まだ停車してない、食べれないよ。そうだよ。行っちゃうよ、スーって。そうだよ、好きなもんでもスーって行っちゃう。グレープフルーツは餃子食べてから。あ、餃子食べます？はいはい、よく食べてくれるね。あるある。ある？まあ、醤油があるのね。じゃあ醤油いらないね。おいしょー、にんじん。あら、おいしいね。やり直すのね。手で食べんの？今までのスプーンの流れどこ行ったの？もういいや。納豆を触らない。これは残してあげて。ほら、必死に守ってる。どうよ。そうそう、大丈夫。はい、餃子美味しかった人。はい、よかったね。じゃあお母さんにありがとうって。納豆の、うん、納豆も食べて。納豆のり、うん、納豆のりないよ。納豆のり。
海苔だけ、納豆だけでも食べれるでしょ。なんで食べてるふりしてんの。食べて。はい、じゃあごちそうさまでした。お母さん、今日、はい、今日はお母さん寝かしつけです。不安になりすぎでしょ。ちょっと下がってもらっていい？音いないってことで、そんな大きく言われてさ、音ショック、お父さんショックですよ。音いない。うん、そう、音いない。帰って、音いない。もういい、音いない。じゃあお父さん行っちゃおうかな。今日新幹線のお皿どうでしたか？はい、新幹線の餃子美味しかった？はい、餃子美味しかった？はい。また食べたい？あれ、お母さんが手作りしてくれたんだよ。納豆と海苔。納豆と海苔か。結局餃子美味しかった人。はい。あ、よかった。お母さんに、お母さんにありがとうって。何て行くの？納豆と。どういたしまして。あ、出て。新幹線のプレートお父さんだよ、用意してくれたの。お父さんにもありがとうって。納豆と。ありがとう。じゃあおやすみ。